前節もカウンターから失点するという場面がありました。一気にロングフィード、サイドを変えます。はあ、ここは川井通った。一気にチャンスだ。走ってきて落とす。中には佐々木もいた。直接狙った。いやー、うまい。最後はビューティフルゴール。高井今シーズン6得点目。ここ最初のビルドアップのところでもね、それほど崩れてなかったんですけれども、ちょっと七選手が体勢を崩した中で、まあ、海選手もねいいコントロールができて、ここも力を抜いた ね、 そうですね、ゴールにパスするようなね素晴らしいあのシュートでしたよね。まあフリーなので、ね、思い切りね打ちたくなりがちなんですけれども、落ち着いて最後はね流し込むだけというような、まあ、でも非常に利き足ではない左足です。